ぱ城壁大事やね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで、あれよね、あ、待って、これアップできる。ちょっと待ってね。はいいね、これで新たな仲間が。これどこまで城な、めっちゃ広くない、やばいよね。城にしても広すぎん、そんなもんやっけ。この衛兵たちがスクルトの呪文を覚えた。スクルト住人たちが城作りに参加できるようになった。いいやん。あ、なんか兵士たちめっちゃ来た。新しい仲間がやってきた。なんだなんだ、なんか思いついた？アイナはたくさんのレシピをひらめいた。あ、この辺とかほら、鉄の縄文なんや、牢屋の扉かと思った。木の格子、なにこれ、兵士用マネキン。あ、なんか、え、戦いの練習に使うみたいな感じ。ビルダーの鐘が鳴り、皆のものづくり力がまた一つ上がったようだな。これで僕たちもビルダーだ。これからは建築を手伝える。君と一緒に城の設備を作れるよ。鉄の縄文に槍立てラック、大弓まで思いつくとは、これからの激しい戦いを予期してのことじゃな。鐘の音を聞いて去っていたかつての兵士たちも戻ってきたみたいです。一部の兵士がスクルトの呪文を覚えたようだ。これで戦闘中に守備力を上げられるな。すごー、そんなんあるんやね。わははは、これはいいことづくめではないか。アイナよ、よくぞ鐘を鳴らしてくれたな。別に鐘を鳴らしたからっていうだけでは。さあアイナ、鐘の音でやってきたみんなと話をしてみよう。ふんふんふん、うわ、なだれ込んできた。びっくりするやん、ちょっとやめて。いや、分かってる、大理石は分かってくる、分かってるから。不思議な音に導かれて城の跡地に戻ってきたみたら、まさか戦闘が再開されたのですか。そうじゃ、ビルダーであるアイナのおかげでの。ビルダー、教団の敵ではないですか。陣地内にそのようなものを入れるとは、なんと恐ろしい。しかしハーゴン教団の教えを信じる我らにとって、戦い続けることこそが唯一の道。これからは城に戻り、王と共に戦いましょう。どうかよろしく頼みます。おお、兵士が7人仲間に加わった、すごい。だってこれ全員ね、兵士ってことは戦いに参加してくれるってことやもんね。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。さあ、西の洞窟から大理石を取ってくる。びっくりした。いつもなんかさ、出た途端にさ、罠を置いてるの自分でビビってしまうんやけど。西の洞窟とは、なんか下の方？え？何？どこなの？ここから飛び降りれ。ここからさ、はっせい。西の洞、え、どこ？え、なんかいっぱいおる。おい、あいな、こっちにも敵がいるぞ。あ、え、これ？最初になんか王様たちがおった場所？ギギ、人間見つけたって言われた。すでに背後まで敵の手が回っていたなんて。とにかく敵は僕と指導に任せて、君は目標の大理石を集めるんだ。大理石は灰色の岩や雪と見た目が似てるけど、表面に独特模様がある。よく見て探し出してくれ。この辺、あ、これ、これやない、大理石って。え、ちょっとちょっとちょっと、来ないで来ないで、ねえ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 、敵任せたんだけど。敵任せたって。全然あの戦闘音楽とか流れんのやね。絶対この辺そうやって大理石やって。ほら、大理石。ちょっと待って、マジで邪魔。大理石っぽいやん。なるほどね、洞窟とか言えるけど全然この辺にあるやん。ちょ、あ、くそ、ムカつくな。ちゃんとやっつけてよ、邪魔だよそいつら。まだまだ全然やね。確かにこうさ、見よったら独特の模様というかあるよね。お、これで、ふう、ゲット。ーさーて、整った整った。この辺別に何かしら、別に何もないね、めぼしいものは。さて帰りますか。ここワープできんの？できるやん、帰ろ。
帰ろう。はい、ムーンブルク城にワープ。あれ、どこどこどこ、あのアネッサは一体どこに、え、どこ行った、ホランクね。あ、姉、姉、あ、おっと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 、どこ、あ、こっちか。ちょ、扉の後ろそんなとこに隠れないでくれる。うへーい。あいな、城の壁の素材となる大理石を集めてきてくれたのだな。これで多くの部屋を作り、陣地を広げられるだろう。ムーンブルク城の再建も夢ではないな。しかし、城の背後まで包囲されているとは、やはり一筋縄ではいかない連中だ。城を包囲しているトロル軍は、ハーゴン軍の先兵部隊に過ぎない。背後には強大な軍勢が控えているのだ。トロル軍の時点でちょっと強そうやけどね、めっちゃ。今はまだ城の包囲を解くことだけ考えればいいが、その後の戦いはより激しくなるはずだ。強団に勝つと決めたなら、君も確保しておいた方がいいだろう。強い敵が多いってことかな、ここは。早速だが、いいな。集めてきた大理石で城の壁を作り、陣地を広げる部屋を作ってもらいたい。さあ、まずはいつものように陣地のある部屋の設計図を書いてくれ。今度は何部屋？そこ？なんか範囲広くない？え、広え、広くないですか？城壁の設計図を描いた。あ、でも置くやつはそんなでもないんか。城の塔、城の塔とやらはもうあるってこと？どれ城の塔？なんかちょっとよくわからんけど。ああ、置かれとんやね。なるほど。ってことはもうあとは城の壁と木の扉が3ついるんや。ぬむ、何？上がれてないよ。まあ、そのまま話してくれていいんじゃないかな。え、待って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 、そこの木箱使って君が配ってくれた新しい武器があれば、資料の騎士にも太刀打ちできるだろう。敵は引き続き僕と指導に任せて、君は設計図の組み上げを頼むよ。設計図に使う城の壁は大理石から作られる。どうしたあちこちにあるひび割れた城の壁は城の壁としては機能しない。一度壊して新しいものと入れ替えるんだ。ひび割れた城の壁、さあ、いいな。城の壁を使って設計図を完成させてくれ。なんであんなに時間かかったん？普通に上がれるやろ。とりあえず城の壁を作らんといかんのか。城の壁、これが75個必要と。ほっ、とりあえず80。はい、作ります。で、木の扉が3つ。はい、3つ作ります。とりあえずこれで OK なわけやね。よいしょ。どこですかね。この辺、この辺を埋めていけばいいということ。あれ、ちょっと待って、城の壁どこ行った。城の壁、城の壁、じゃあ表に出ててよ。はい。あ、拠点を狙うモンスターが、そして全然違うものを置いたぞ、私。ちょっとびっくりするんやけど。来ないで、来ないで。はい、はい。この辺の邪魔やね。はい。よいしょ。はい、はい。あ、でもここ。あれ、ここ端っこのやつないやん。端っこのやつないやん、マジで。あ、そっか、ここ扉か。なるほどね。で、ここに扉を設置。違う違う違う。はい、扉を設置しまして。いいね、いいね。で、この辺も機能してないんやっけ。よっ。お、拠点を狙うモンスターをやっつけた、さすが。とりあえず、あ、そっか、この雪とかも。抜けてさ、ちゃんと、怖いんですけど。よいしょ。あ、あー、来ないで。あー、来ないで、やめて。え、上がってきたんですけど上がってきたんですけど、やめて。いや、ちょやめてもらえますかね。ちょ怖いよ。よいしょ。ほら、めっちゃ普通に来るやん、敵。この辺のは機能してるよね、大丈夫よね。で、これが、待っ
て、どこに壁を作ればいいのかがいまいち分かってないんだけど、今私はどこにいるんですかね。この矢印の場所が自分の場所ってこと？もうそこ自体が分かってないよね。とりあえずあれやん、扉どこ？扉つける場所どこ？あ、てかこの辺あれか。あ、違う、そこじゃない。この辺扉じゃない、壁を置く場所ってことかな。あ、ですね、ですね、合ってるね。何、なんかまた来たよ、敵。これ上すぎか。ちょっと待って、はい。あー、もうほら敵が来たって、やめてよ。怖いんですけど。あ、でこの辺の雪の部分とかもあれか、ちゃんと壁に変えなければいけない場所ですかね。こっちじゃない、こっちじゃない、ちょっと待って。はい、オッケー。いい。あ、どうも。なんで入ってきた。この部分も置いた方がいいの、これは。あ、置いた方がいいよね。了解、了解。これで、とりあえず、この辺って何？埋めた方がいい。違う、そこじゃない。あ、埋めた方がいいのね。はいはい。んで、ここも置く場所。うんうん。で、ここの雪の部分、あ、とっとっと。ここの雪の部分も、ここ。置く場所。あれ、特に何にも出んけど大丈夫。あっ、来ないで来ないで。あ、ここ扉のところや。あ、違う、位置が。あー、痛い。ずれてるずれてる。もうやめてよ、邪魔なんですけど。あー、しかも自然を破壊したクソは毒。ちょ、私この辺の自然なるべく破壊しないようにしたいんだけど。あー、よかった。はい、扉つけた。んで、この辺を、はい、こ、もう一段上か。あ、置けない、置けない。違う、なんで飛んだ。はい。あー、やめて、来ないで来ないで。え、ってかこの辺も、あ、違う、ここや。来ないでください。あー、違う、ここじゃない。あー、痛い。壁越しにそうやってやってくるのやめてよね。ちょっとこれで、あ、扉が。あ、ちょっと待ってね。はい、これで、この辺のなんかちょっと壊れとる場所もね。え、なんかタオル、やめてよ。めっちゃ入ってきとるやん、邪魔なんだけど。え、みんな本当に私を建築に集中させる気はありますかね。あ、ありますかね。あとどこに置けばいいの？びっくりした、炎か。てか範囲がよくわからんのよね。この辺もという、あ、この辺別に関係ないんか。うえっ、やめてよ。ここ、やめてってば。この雪の部分もじゃああれってことか、作り替えんといかんところってことか。この上の部分も、お、びっくりした、敵かと思った。合ってる、違う。お、間違えた。よいしょ、ここまでが範囲か。なるほどね。あ、ってことはこの辺の、この辺の雪の部分もやな。で、ここもか。よいしょ。あ、やめてやめて。いや、痛い。
痛い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 。じゃ背後から来ないでください。ももやん、よいしょ。とりあえず2段あればいいってことですね。ここもなんか入ってきそうやけん塞いで、ここは？あ、ここもや。じゃあそこ潰しよう。あ、何君毒にかかっとるやん、大丈夫？これで、あとは、あ、ここも。で、ここもですね。はい。あー、頑張って、ちょっと。頑張って。で、この辺もか。まあ、いろいろとね、わざわざ作り替えていかんといかんのめんどくさいね。これもってことやろ。あ、違う。あれ、全然破壊できてなくない？よし。これで、じゃ、邪魔邪魔邪魔。え、めっちゃ邪魔ない。え、あ、これ一段もしかして上がっとる？そういうこと？はい、これで、作り替えれた。よっ、あ、ここ上がれんやん。上がれんやん。え、待って、どこからどこまでが範囲？まず。まずそこなんやけど。なにみんな大集合やねん。なんで壁の外に出とん、そんな。上がれん。よし。あ、そっか、ここは範囲なんよね。え？もう大丈夫？まだ？あ、扉まだね、そんな設置できてないよね。あ、でもあとちょっとやね。上の部分。あ、なんか3段目もいるんや。ほうほうほう。ということは？あれは一体どこ、あ、間違えた。寝ないで。回復は大事だけれども。この辺？この辺ってことですか？あ、ですね、ですね。ってことは、この辺に、トントンと置いて。あ、この辺はもういいんか。で、もうこっち側ができたってことやろ？じゃあ、あとは、反対側と、あと扉が1個必要。反対側なんか1箇所だけ穴開いとるの何？どこ？めっちゃいい感じやん、なんか。え、扉どこ？置く場所あります？なんかこの辺じゃないの？あ、この近く。ここ？うわぁ、なんか。なんかなんか。この辺ってこと？あれ？あ、待って、もうないやん。そう、何やってんだい。ちょっと待って、とりあえず。上がれない。あ、そこに扉がいるってことかな、もしかして。ちょ、みんな作戦会議しよる場合じゃないよ。よ、どうも。とりあえず、どれだ、どれだ、どれだ。どこですか？こっち？はい。これで作って。多分私あれなんよね。余計な場所にまで設置したんやろうね。壁を。え、マジさ、どの部分かちょっとよくわからんねんけど。なんかこの辺やったよね、さっき。そう、この辺、この辺。この辺で？内側？え、どこ？これ？え、違くない？あ、ここ？あ、なるほど、なるほど、そういうこと。ってことは、こっち側いらんねやねん。こう。この辺いらんってことやろ。あ、なんかこっちまで。これで、扉とかはどこなの？なんかすぐそこっぽいよね。この辺？もうちょい先。あ、ここか。なるほど、なるほど。はいはい。私が余分に罠を仕掛けてしまっとるわけですね。あとはこの辺にちゃちゃっと置いて、で、ここも綺麗なやつに作り替えて。お腹すいた？お、お腹すいてきました？どこ？ちょっと待って、とりあえず
この研ぎ罠も私ちょっと破壊して、よし、破壊しまして、もう一歩後ろ、ここか。はい、城壁の設計図が完成。完成して速攻なんか出てったんだけど、指導。イエイ、やったね。拠点を狙うモンスターも去っていったし。何、どこにいるの？会議室？あ、いた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 。なんかハートが。ちょ、こっち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 、どこへ行く？おお、これはすごい。設計図を完成させてくれたのだな。これで一気に陣地が広がったぞ。城の壁で囲われた場所は全て陣地だ。思う存分物を作り、兵力を高えるといい。完璧にこっちの味方になってくれとるやろ。せっかく陣地が広がったんだ。玉座の間からベッドや作業台を他の場所に移すと使いやすくなるだろう。わっはっはっは。おお、来た来た。素晴らしい具合だよ。これでムーンブルク城の陣地はほとんど取り戻したと言ってもよい。マジで？え、狭くない？あとは東の城門が出来上がれば、ムーンブルク城の再建は完了と言えるだろう。また檻を見て君に頼ませてもらうよ。マジで？なんかもっと陣地広くなかった？違うの？私が見ていたのは一体。ん？この気配は。なに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 ？戦闘？戦闘ですか？あー、戦闘だわ。マジかー。さあ、頑張りますかね。頑張っていきますかね。ちょ、待って、これ一旦寝た方がいいんじゃない？大丈夫。棘罠が役立ちそう。陣地の東側に敷いておくと効果的。攻めてくる連中はいつもより少しばかり強そうだぜ。どうだ？戦う準備はいいか？頑張るしかないでしょう。行きます。よし、俺はまだまだ暴れ足りない。とっとと魔物どもをぶっ飛ばすぞ。狩猟の騎士は城の壁で作られた城壁を越えられない。陣地の外で敵を迎え撃とう。で、いざとなったら、この陣地内に逃げ帰ってくればいいってことですね。オッケー。戦闘中は話しかけられないとか知ってるよ。うわ、びっくりした。え？こいつらは普通に乗り越えてくるのやめてよ。なにこいつら、首狩り族ですか？やだー。やだー。あの、狩猟の騎士ってあれよね、骸骨のやつよね。うわ、めっちゃのだれ込んできた。怖い怖い怖い。こいつはジャンプ力があるってことや。へぇー。あー、来た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 。ほら、あの骸骨たちはきっとこっちに来れんってことなんや。来いよ来いよ。ほら、来い、来た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 。みんなさ、一回一回なんか一回一回退散するのは一体何なの？全然ずっと外に追ってくれていいよ。回復しよう。今がチャンスじゃ。ててててててて。お、これは、ちょっと待って。はい、来たー。違う。ちょっと待って。来い。でや。ふぅ、一気に。いいね、いいね。敵いる？それ。あ、今はいないの。あー、新たに来た来た来た。なんかめっちゃでっかいの来たんやけど。やばい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 。ちょっと待って。お腹も空いてるし、回復もしたいし、給食金に。めっちゃでかいこいつ。やばいやばい。あ、おお、もうみんなでそんなに体力減らしてたの。いやー、ありがたやー。ちょっと待って、見えない。また早く必殺技が使えるようにならんかな。オッケー。ふぅ。意外とあっさりいけた。城壁大事やね。バトルコンプリー。イエイ。よし、ハーゴングの連中を倒したな。だがどういうことだ？城の壁で作ったはずの城壁を飛び越えてきた魔物がいたぜ。あれは首狩り族。高いジャンプ力を持つ魔物だ。奴らには城壁が通用しないみたいだね。このままでは城壁を飛び越えられ、陣地に入られてしまう。これは何か手を打たなければな。みんなめっちゃ考え込むね。さて、城壁を飛び越えてくる首狩り族をどのように撃退したらいいかだが。わっはっはっは。どうした？聞こえたぞ、アネッサ。首狩り族が城壁を越えられるように何か対策を施したいんだな。
では城壁に魔法力を使った罠を取り付けるのが良いだろう。あ、もしかしてここであの石が必要になってくるんじゃない？違う？アイナならば作れるはずだ。あの紫のやつ。魔法力を使った罠ですか？しかしそのためには魔法を扱える作業台が必要ですね。実はな、こんなこともあろうかと城の地下倉庫に魔法の作業台を隠しておいたのだ。おお、うん、ありがたや。あの辺りに板張りになった地面があるはず。雪を払い抜ければ場所がわかるであろう。ふんふん。ではアイナ、雪を払って板張りになった地面を壊し、地下から魔法の作業台を取ってきてくれ。オッケー、了解。とりあえず一回さちょっとハート集めといて行ってきまーす。え、どこ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 、この辺？え、この辺なの？板張りになっ、あ、これ板張りになってんのか、よくわからないけど、よいしょ。お、階段が出てきた。なんかこういうのワクワクするね。草を、またしても草を払ってしまった。ほら見て、え、めっちゃ好き、こういうのね。宝箱も漁っていい？あ、金だよ、金。じゃあこっちらももらってくね。どさくさに紛れていろいろと。なにこれ、イカづちの石？なにそれ、なにそれ、めっちゃなんかキラキラ音がしたよ。そしてこれですね。もうここで作業すればいいんじゃない？持ってこなくても。ね、なんか、もうそこで過ごしたいよ。平和に。あ、おったおった。おお、アイナ。地下倉庫から魔法の作業台を取ってきてくれたのだな。わっはっはっは。よくぞ地下倉庫を見つけた。その魔法の作業台があれば、魔法を使った様々なものを作れよう。魔力を帯びた強力な武器や防具も作れるはずだ。しかし王様、このような作業台があるのなら、なぜ今まで黙っておられたのです？まあ、ものづくりをしてはいけないからじゃないの。騙すなら、まずは味方からと言うであろう。どこに敵の目があるかわからぬからな。そうでしたか。私も同感です。アイナには魔法の作業台で、触れるものに電気の力で弾き飛ばす、デインバリアを作ってほしいんだが、素材となる魔力の水晶が、この辺りにはないようだ。あは、ほらほらほら、魔力の水晶。どっからか取ってこねばなるまいな。でも結構近かったよ、あれ。さあ、これで、あとは、その、魔力の、水晶ってやらが、お、来た来た来た。アイナさん、私です。金の音に導かれてやってきた、印象に残らない仲間、ゼセルです。ちょ、いつもなんか自虐が。話を聞きました。クベカリ族を撃退するデインバリア作りに、魔力の水晶が必要なのでしょう。確か魔力の水晶は、この陣地から北側の道を抜けたあたりに、たくさんあったと思います。うんうんうん、いっぱいあった。見た。北側の道はちょうど敵の包囲が手薄な場所です。皆さんなら突破できるのではないでしょうか。まあ、野生のモンスターたちがいっぱいおったけどね。ああ、では今回も僕と指導がお供しよう。君は素材集めに集中してくれ。それじゃあ皆さん、リック、指導さんと共に魔力の水晶を手に入れてきてください。何個必要なの？魔力の水晶自体は持ってるんでしょ、私。私に。てかこの作業台どこに設置しよう。とりあえずこの辺とかに設置しとったんでいいかな。とりあえずね、とりあえずとりあえず、はい、魔法の作業台以上。何が作れるん？ちなみに、お、炎の剣、魔法の鎧、魔法の盾、デインバリア。なるほどね。え、デインバリアは何個必要なの？魔力の水晶。あ、今1個しか持ってないんやね。ということで、なんかちょっと不穏な感じがするけど、とりあえず、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ねえ、今回見つけた地下、あ、ここにさ、作業台とかいろいろ集めて、そこ作業部屋にしたらよくないって思ったんやけど。持ってくる意味に。